プロイエシティ市電は、ルーマニアの都市、プロイエシティ市内に存在する路面電車。2020年現在は、プロイエシティの公共交通機関を運営する公営組織である、休行旅客輸送プロイエシティによって運営されている。開通当初の路線図共産主義時代のルーマニアでは、1980年代以降自国通貨の海外への流出抑制を目的に、 石油の輸入量を減らす代わりに、石油の使用量が自動車と比べて少ない路面電車の導入が各地で進められた。ルーマニアの石油産業の中心地であったプロイエシュティの路面電車もその一つで、1987年12月から営業運転を開始した。開通当初は八系統が存在し、プロイエシュティ市内各地に路線もを有していたが、1 9八十年代に、 作られたルーマニア各地の路面電車網は、早期建設を最優先にした結果、線路や施設の状態が不十分なまま営業運転が行われており、プロイエシュティでも、騒音や振動に加え路面電車の走行により、道路のアスファルトが破損する被害が多数報告される、事態となった。これを受け、民主化後は早期に、市電の路線網の廃止が断行され、百九十八年以降、 多くの系統が路線バスへと置き換えられた。廃止を免れた一部の系統についても老朽化や騒音、振動が深刻な状態に陥ったことから、2010年代以降は欧州連合からの支援を受けた施設、道路の修繕や大規模な近代化が行われ、大規模な運休を経て2020年現在は近代化が完了した以下の2系統が運行されており、運賃は 路線バスやトロリーバスとともに1回の乗車につき2.50である。車両については、開業当初ルーマニア国産の車両が導入されたが、早期に老朽化が進行したことを受け、2020年現在は、全車両ともドイツのポツダム市電から譲渡された2車体、連接車のタトラケ T4D に置き換えられている。導入当初は、大半の車両が、 ポツダム市電時代の塗装で運行していたが、2010年代以降は、プロイエシティの紋章の色である赤色、青色、白色と同士の公共交通機関の塗装である黄色を用いた新塗装への塗り替えが進んでいる。2020年の時点で、ポツダム市電で近代化工事を受けたタトラ KT4DM を含めて30両が在籍する。ありがとうございます。